最近視点表示ミスが多いんだよー。割とガチめのダメ出しが来たぞ。動画編集ミス多くてすんませんねー。トープ主からのことです。自由時間だよ。飯塚幹事長、どうやったら編集のミスが少なくなるんでしょう。編集、一体何の話。あれですよ、この動画の話ですよ。動画、何、カメラとか持っているの君。だとしたら荷物検査して懲罰房に入れないと。そうなんですよねー。こいつ朝からわけのわからないこと言っていたので、一旦痛い目に合わせた方がいいのかもしれないですねー。マリサもそっちの派なの？まあ自由時間終わってもおかしかったら検査で。了解です。いや全然了解じゃないんですけど。じゃあ頭のネジが外れた霊夢、行くぞ、旧館主長の部屋に。私は正常です。はいはい分かったから早く行くぞ、時間なくなるから。私の話を聞いてくれー。旧館主長の部屋までどうやって行くか。いつもの裏からのルートでいいんじゃない？まあそうだよな、無難にこのルートが一番いいか。前回のように看守が看守室の前にいないかがすごい心配だが。本当に前回は焦ったよね。心臓が止まるかと思ったぜ。そういえばさ、あそこの黒曜石の場所って何気に出られたりしないか。どういうこと？絶妙に隙間が空いているじゃん。これなんとか無理やり出られないかと思って。さすがに無理じゃない？そんな簡単に出れる構造ではなさそう。まあ、そりゃそうか。やっぱり無理そうだったな。いいや、気を取り直して看守室に向かおうぜ。これは、さらに裏のルートを通る感じかな。そうだな、この裏は看守も見ててわからないだろう。あ、こっちじゃないか。もう一つ向こうの道っぽいね。さあこの辺が一番怖いな。上からも見ている可能性あるからねー。今のところ上に看守は見えないから大丈夫かな。オーケー、看守室へゴー。さあここもちょっと怖い場所だが、監視は今回はいない。いけるぞ霊夢。旧監視長の部屋は奥だったよね。よし、ここだな。鍵をドロッパーに入れて。開いたぞ。さあここには何があるんだ。あ、ここのチェストを開けてみるか。お、本があったな。ごめんマリサ、ドアが閉まって入れない。あ、なんだ入れてなかったのか。ありがとう。じゃあとりあえずこの手に入れた本を読んでみるか。最近の山中くんの考え方に少し疑問を抱いている。以前はもう少し穏やかで優しい看守だったのだが、馬式銀行強盗事件の日を境に人が変わった気がする。どうしてだろうか。今日は久々に彼から薬品製造の刑務作業を進めてほしいと頼まれた。せっかくならこの後彼と話し。うん？なんだこの本。途中で止まっている。しかも内容的にこれ書いたの。鈴木幹事長じゃないか。マリサ、こっちにも変な文章がある。ちょっと待ってな、とりあえずチェストの確認をしておきたいな。まあでもこの本しかなさそうだなここは。じゃあその本読んでみるか。危ない危ない、こんな日記を書かれちゃ全てバレてしまう。こいつはいろいろと察しがいいからな。ツバイ刑務所の俺の部屋の床の秘密もバレてしまう。さて、団長に頼まれたアクセサリーもとっとと回収して、俺の日記を見てしまった霊夢とマリサっていう囚人はさっさと処刑しておかないとな。私たちの名前が書かれているじゃん。俺の日記を見た。私たちを処刑する。一体どういうこと？でもこの前に見た本を書いたのが鈴木幹事長っぽいんだよな。ということはこれ山中が書いたやつじゃね。なるほどね。あとなんか俺の部屋の床の秘密とも書いてあったよね。俺の部屋？旧幹事長が山中であればここの部屋の床ってことか。ちょっと掘っています。あ、ここの床よ思うか。じゃあちょっと確認してみるか。旧幹事長は山中だったのか。まああくまで推測だけどチェストがもしあったら確定じゃないか。あ、もしかしてこれかな。あったかチェスト。うん、ここにラージチェストが埋まっている。本当だな。何これ。本がある。山中の日記。ちょっと読んでみるか。私としたことがやってしまった。サファイア団の手下だからといって甘く見ていた。鈴木幹事長、ごめんなさい。私もあなたみたいな看守になりたかったです。どういうこと？山中の書いた日記の割には穏やかな表現というか。私たちの知っている山中幹事長じゃない？ちょっと時間を使いすぎたから戻ろうぜ。そうだね、一旦この話は忘れて自由広場に戻ろう。割と距離があるからな。よし、じゃあ戻るか。でもまだ夜になっていないから大丈夫そうだね。にしてもわからないことが多いな。
どういうことなんだろうね。部屋の隅にあった本を書いた人物があそこにチェストを隠したっぽいんだよな。それが山中なんじゃないかっていう推測が出ていて、チェストに隠されていたのは山中の日記という本と骨と腐った肉。ひょっとしてあの骨と腐った肉が誰かだったのか。私全部持ってきちゃったよ。お前やばいやつだな。マジで持ってきちゃいけないものじゃんこれ。夜にはなっているけどまだ監視は来ていないみたいだね。ふう、とりあえず旧監視長の部屋の探索は無事に終わったな。相変わらず探索は心臓に悪いよ。終了だよ。あ、了解しました。今行きます。さて、霊夢の荷物検査しようか。いや、私大丈夫ですよ。本当に、見た目がバカそうだけど。あ、それは通常運転でも変わらないから問題ないと思います。それなら大丈夫だね。じゃあ食事をしっかりとってね。荷物検査は免れたけどなぜか腑に落ちないよ。何やっているのマリサ。飯塚監視長の観察。それこそ意味わからない行為じゃない。ところで旧監視長の部屋はこの謎の本は置いて。脱獄の進展的には何もなかったな。そういえばそうだね。ひょっとして行き詰まっている。そうだな。ちょっと何をすればいいのかわからなくなったな。鉄は一つ手に入っているんだっけ。前回手に入ったな。風呂の水路の先にあったチェストの中のやつ。あと2個あれば鉄ツルハシか。お前その頭かぶるなよ。私の頭がゾンビになっちゃったドッキリでした。それつけ外すの忘れるなよ。それで監視に見つかったらバカだからな。早めに外しておきます。終了だよ。あ、監視長、ズバリ今日の刑務作業は。鶏が君たちを呼んでいるっていうことで養鶏場で作業だね。私たちのことを名指しですか。そうだね、君たちのことを指名しているからお願い。監視は鶏が言っていることわかるんですか。愛と気持ちさえあればどんな生物だって心が通じ合えるんだよな。なんてかっこいい人なんだ。もしかして霊夢惚れたんじゃないか。あ、そうそう、前回すぐ種がなくなったって聞いたからたくさん入れておいたよ。お、それは助かります。前回は割とすぐやることが終わって暇だったからな。基本的には前回とやることは変わらないんだけど、木の剣を入れておいたから鶏の数が増えてきたらこれで。まあ、お願いします。なんか最後の方濁されてくさ。私たちのことを呼んでくれた鶏をこの手で。めちゃくちゃ種があるな。今度は逆に数が多すぎる気がするぜ。じゃあ全部使い切ってやる。っていうかさ、最初に読んだ本さ。名前が書いてあったんだけど。なんて名前？血塗られた鈴木監視長の日記。え、怖すぎない？私思ったんだけどさ、これ日記の途中で止まっているじゃん。そうだったね。もしかしてこの日記を書いている途中でやられたんじゃないか。あ、だから血塗られたなんて物騒な名前がついているのね。しかもこれ薬品製造の刑務作業を頼まれたって書いてあるということは、これ、前の刑務所の最終日の前日のことじゃないか。なるほど。それで山中がつばい刑務所の自分の部屋に隠したってことか。ああ、だからさっきの部屋にあった本にこんな日記書かれちゃまずいって書いてあったのか。なるほど。だんだん日記の意味が分かってきたね。結構鶏増えてきたから倒していくぞ。ああ、私の優秀なしもべが。こんなところでしもべを増殖させるな。もう私たちのことを名指しで呼ぶくらいなんだからこの子たちは優秀なしもべなのだよ。はい、そんなんいいから倒していくぞ。ああ、太郎王、次郎王。こいつらにも名前があったのかよ。この刑務作業場ってさ、どこも行けないよな。今までそういう刑務作業ってなかったよね。だいたい外に出られる穴があったり、もしくは何かしらの手がかりはあった気がする。なんかこの部屋にも隠されているんですかね。終了だよ。あ、飯塚監視長、今日は早くないですか。正直この作業って終わるのが早いかなと思って、早めに君たちの様子を見に来たって感じ。ああ、なるほど。うん、見た感じ大丈夫そうだね。餌やりの最高率を目指して頑張ってました。よし、じゃあ二人とも棒に帰るよ。痛い、誰か殴ったか。あ、ごめん、マリサの頭に蚊がいたんだよ。この季節に蚊なんて出てくるか。刑務所の自然が豊かすぎてヤバいっすよ。そこまで豊かでもないけどね。そうですよね、何言ってんだこいつ。そこにサトウキビ畑があるじゃないですか。逆にこれしかないんだよね。そういうことなんだよ、ぐぬぬ。さあ二人とも棒に入ってちょうだい。じゃあまた明日の自由時間まで待機だね。監視長もお疲れ様です。お疲れ様でした。
今日はまた新しい謎が増えちゃったってことだったな。大きく進展にはならなかったと。とりあえず、次回以降は鉄だな。それと飯塚監視長の部屋の鍵も探したい。ああ確かに、それは重要だよね。旧監視長の部屋にこれだけのものがあったんだ。絶対にそっちも何かあるぞ。その鍵が一体どこにあるのか。まあ、また明日じっくり考えようか。そうだね、じゃあ今日は寝るってことでいいかな。そうだな、おやすみだぜ。おやすみなさい。